お元気ですか？ボクシミです。今回は2024プロ野球チップス第1弾の開封動画、第10回目でございます。10回目はですね、久しぶりにね、10袋でやりたいと思います。ラッキーカードを目指してね、頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。それではやっていきたいと思います。第10回目の1袋目でございます。盗塁王2回目の福岡ソフトバンクホークスの周東佑京、内野手でございます。で、阪神タイガースの大竹耕太郎投手でございます。2袋目でございます。盗塁王の、楽天イーグルスの小深田博人、内野手でございます。で、伊藤大海投手でございます。北海道日本ハムファイターズで、これもね、エラーカードでございます。3袋目でございます。横浜 DeNA ベイターズの山崎康明投手でございます。阪神タイガースの西勇輝投手でございます。4袋目でございます。ヤクルトスワローズの山田哲人、内野手でございます。中日ドラゴンズの大島洋平、外野手でございます。5袋目でございます。これは最多安打のソフトバンクホークス柳田悠岐、外野手でございます。 MVP 初新人を最多最優秀防御率の阪神タイガース村上頌樹投手でございます。6袋目でございます。お、出ました。ラッキーカード出しました。これでね、カードホルダーね、後日やりたいと思いますのでね、その時までね、その時までぜひお楽しみください。で、本塁打王の読売ダイアンツ岡本和真、内野手でございます。6袋目でございます。ヤクルトスワローズの小川泰弘投手でございます。で、広島東洋カープの森下正人投手でございます。7袋目でございます。横浜 DeNA ベイターズの山崎康明投手でございます。オリックスバファローズの平野佳寿投手でございます。9袋目でございます。盗塁王の楽天イーグルス小深田博人、内野手でございます。で、阪神タイガース青柳晃洋投手でございます。最後の10パック目でございます。千葉ロッテマリーンズ岡大海、
外野手でございます。元日ハムでございます。で最後は読売ジャイアンツの秋広優斗、内野手でございます。以上で2024プロ野球チップス第1弾の開封動画第10回目を終わりたいと思います。今回10回目でね、ようやく、ラッキーカードを来ました。で、前に先ほど言いました通り、こちらね、2024年のプロ野球チップスカードホルダーが手に入ります。で、またね、はがきを送って届き次第またこういった、動画を上げたいと思いますのでよろしくお願いします。さらにですね、サブチャンネルの方でもお伝えしましたが、BBM の、横浜とロッテ2024年の版もね、購入しましたので、届き次第開封動画上げますので、そちらもぜひ、ご覧になってください。まだ届いておりませんが、届き次第開封動画として上げていきますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。